皆さん、こんにちは。大地です。今日は、ケース検討会の5回目。これはね、この間行った公開コーチングで、コーチング受けたいっていうね、テーマいっぱい出してくれちゃった人がいて、で、まあ、やれなかった分は、解説だけでもしますということでね、今日も2ケースお話ししますけれども、まあ、コーチの人はね、あ、そうか、コーチってこんな風に考えるよな、とかね、こういう風に進めればいいんだ、とか、ここがポイントなんだ、を、まあ、学んでいただければいいし、ね。で、そうじゃない方も、ぜひね、自分の問題課題とか、周りの人の問題課題と照らし合わせて聞くと、なんか役に立つことあるんじゃないかな、ということで、今日も行ってみましょう。9番目のケース。すべて先送り癖。やるべきこともやりたいことも先送り。頭ではやりたい。でも行動は伴いません。初めての一歩を踏み出したいです。ということで。やるべきこともやりたいことも先送り。何やってんですかね。なんかはやってんだよね。で、これね、人間ってね、僕はもうなんか行動力が一切ないんですとか、すべて先送りするんですとかね。あと、継続したことが一回もありませんとかっていう人いるんだけど、ごめんね、傷ついたら。全部嘘です、それは。だって、人間って何もやらないことはできないし、なんかやってるし。で、ほとんどの人間がやってることっていうのはルーティンだから、だから必ず習慣としてやってることってみんな持ってるんですよ。まあそれは寝るでも食べるでもいいんだけど、他にも習慣としてやってること、スマホ見るのはあるんだよね。人間って本当は習慣力も継続力もあるんですよ。で、決めたことは続けるの。で、新しいことをやるのにちょっと工夫が必要っていうだけでね。で、まあ、工夫の仕方は、習慣術なんかはね、世の中にいっぱいいろんなノウハウがあるし、で、研究の結果ね、これが効果あるっていうのも出てるから、で、僕も何回もね、そういうテーマでビデオ出してますから、僕のね、YouTube チャンネルの中からね、習慣みたいなね、キーワードで、探していただけたら、エビデンス付きのものがいろいろ出てくると思います。で、まあ、それはそれなんだけど、もう一個ね、これ普通のコーチングでいいっすよ。やっぱりどうなりたい、その目的は何みたいなことを明らかにした上で、じゃあ現状何ができてんのね。じゃあゴールに行くためにどんな行動をしてみたりとか、どんな行動をやめてみるのがいいんだろうかっていうのを、やっぱり普通にコーチングしてみて、で、そうするとなんかこのやりたいこととかやるべきことって言って、この人がね、言ってるものの中でも、まあ、別にゴール考えてみたらこれやんなくてもいいんだと。まあこんなやんなくてもいいことやっぱりやらないよねってなることがあるかもしれない。だから、やっぱりゴールありきでね、まずしっかりと、もう一回行動を考えてみるっていうのは一つだよね。で、あとね、なるべく行動をちっちゃくするっていうのがいいよね。ちょっとこの人がそうだとは言わないし、言える素材がないんだけど、わかんないから。やっぱね、なかなかね、うまくやりませんとかね、いつもダメなんですっていう人って、やっぱり今度こそはちゃんとやるぞとか、完璧にやるぞとかね、素晴らしい結果出すぞとか、そういうふうに思っちゃいがちなんだよね。で、まあ、僕は一発逆転傾向って呼んでますけど、一発逆転でとにかく華々しくやれなきゃってんで、それはね、すごく苦しいのよ。で、習慣をね、作るのがね、上手な人でもそれは苦しくて、で、やっぱり人間のね、この脳の性質で、脳ってね、そんな急激な変化を嫌がるんだよね。だから、少しずつ変わってって、あ、確かにこういうの意味あるかもねとか、悪くないかもねとか、やれるかもねってなった時に分かりましてやり回すってなるんで、だから、あんまりね、たくさんのことやるとかね、すごいことやるとかっていうことをやろうとしても、かえってうまくいかないっていうことは、まあ、知っといてもいいかな。だから、すごいスモールステップ作ってやってみればいいね。あとは、障害対策で、なんかどういうことがあるとその行動をやめちゃうのかっていうことに気がついて、それをね、回避していく方法を考えるっていう、まあ、オーソドックスなコーチングでいいと思います。で、ただね、やっぱりその時になんか自分はできない人じゃなくて、自分は必ずできる。まあ、できたこともいっぱいあるし、今できてることもあるしっていう気持ちで、小さいことをね、まず一個からよ、まず一個から始めてみる。で、本当に筋トレしとかったら、ね、スクワット10回でもいいし、なんなら出かける前に1回だけやって出かけるんでもいいのよ。で、そうすると、するっていうことができるっていう認知ができるから。で、1回だったらバカバカしいから、で、それで50回やろうとなったら挫折するんだよ。だから2回でいいのよ。で、そういうふうに、本当にできるところから、バカバカしいところから始めてね、やりきらない。ね、疲れるまでやらない。もうちょっとやれるかなと思うぐらいのところで止めておく。で、あとはね、週4回やればいいとかね、まあ、いろんな考え方あるんだけど、過半数やればいいよぐらいの気持ちで、毎日やれなくても習慣にはなりますから、コツコツやっていればね。でなので、まあ週4回ぐらいをね、目標にして、で、あと誰かと一緒にね、本当はできるといいねみたいなこととか、まあポイントはいろいろあるんで、習慣にしていくとかね、行動を踏み出すためのね、
ああ、やってみるといいし、あとコーチつけてね、で、コーチが応援してくれたらやれますから、だからコーチをつけて継続的に頑張るのもありだと思います。じゃあ次のケースいこう。はい。今の会社に転職してきてもうすぐ1年になるが、会社精神や帰属意識みたいなものが持てなくて困っている。こういうケースが出てくるとね、結構コーチは持てなかったらいけないんですかとかね、それじゃダメなんですかってなんか聞くんだけど、まあいいよね、なんか会社精神持ちたいって言うんだったらいいけど、ね、持たなきゃいかんとか、まあ持つことによっていいことが起こるんじゃないかと思ってんだったら、必ずしも会社精神とか帰属意識自体を持たなくてもいいんじゃないかな。はい、そういうのが持てたら毎日もう少し楽しくなるんじゃないかと思うがってね、こうおっしゃってるってことは楽しく行きたいんですよね。会社で楽しくやりたいんですよ。で、楽しくやるためには愛社精神が手段として必要なんじゃないかなと思ってるっていうことなんだけど、なんかじゃあ楽しいって何なのっていうことを考えてね、で、本当に手段として愛社精神だけがね、手段なのかって考えたら、別に愛社精神なんかなくたって楽しくやる方法見つかるかもしれないからね。まあ、なんかコーチは一応そういうふうに視野広げて関わってあげるというね、自分はそもそもそういう性格ではない。そうなんだよ。そういう、愛社精神とか関係ない人も多いからね。はい、で、愛社精神を持とうとすることが無駄な努力かもかな。どちらかというと会社が嫌いかもしれない。うん、いいじゃないですか。で、会社嫌いでもいいんですよ。で、ね、会社嫌いでもいいけど、会社嫌いでも、まあ、少しでも楽しくやれる方法とかね。多分しんどいんだと思うんだよね。ね、何が嫌とか何がしんどいとか、もうちょっとどうなりたいも欲しいし、何があったら楽しいみたいなこと考えてもいいしね。あと自分がいい状態になるためには、なんかどんなことがあればいい状態になるんだろうって。別に会社だけじゃなくてね。行き帰りの時間でこんなことやれたら少しいい状態になるとか、お昼時間もこうだとかね、こんななんかお茶飲みながらやったらこうね、少しいい状態になれるとかね、こんな座布団に座りながらやったらとかさね、で会社の中でも会社の外でも自分がいい状態になるようにするためにできることとか、やめた方がいいことっていうのもあるよね。まあ、なんかそういうことをやりながら少しでも自分いい状態にする。であとは会社の人みんなと仲良くなる必要なんかないし、ほどほどの距離感でいいけどね、なんかこの人とはちょっとこういう風にしたら楽しくやれるかなみたいなのがあったり、この仕事こんな風にしたらね、全部が楽しくなるわけじゃないけど楽しくやれるかなとか、やっぱ部分的にコントロールできるところを探していって、いい状態作ったりとか、楽しくやれることを少しずつ増やしていくっていうことをやる。まあ本当に愛社精神を持とうとしたら、やっぱり会社のことをたくさん知ることだよね。しかもなんか頑張ってる部分とか、いい部分とか、素晴らしい部分をまあ知ることで、自然に自分の中でね、あ、やっぱりいい会社だなっていう風に思えるっていうのが会社精神だと思うんですけど、いきなりね、なんか、ね、もしこの会社の人間関係も、まあなんか、いまいちとか大変とかっていう状態だったり、それで自分がしんどいっていう状態で、会社精神持つっていうのは、結構ハードルが高いことだと思うから、そこに行かずともね、まずはなんか自分がいい状態で少しでもいられるように、なんか工夫をしてみる。そしてなんか少し楽しくやれることを工夫してみる。ね、で、まあそういう中で、あ、まあこれでいいやと思うんだったらそれでいいし、ね。で、もう少しその中で仕事のこととか会社のこととかお客さんのこととか、それから同僚の人たちのことを少しずつ知っていくことで愛社精神が芽生えていくんだったら、それもいいことじゃないかなとは思いますけどもね、ということです。なので無理せず自分らしく少しでも楽になる方法を考えてみるのがいいんじゃないかなと思われます。まあそんな感じでね、コーチング的な考え方で、自分のケースに向き合ってみるとなんかヒントあると思いますし、コーチはね、コーチング的な考え方を使ってクライアントと一緒に考えるのが仕事ですから、ぜひね、僕のが正解ってわけじゃないですけれども、コーチング的な考え方って何かなーってね、ぜひ考えてみてください。さあ、ビデオではね、こんなお話してますけれども、まあ実際ね、プロコーチ養成スクールなんていうクラスもやっております。で、その中では、実際にね、こういうケースをクライアントさんと一緒にね、やってみたりとかしながら、実際のコーチングってどんな風にやったらどう効果が出るのかななんていうことを探求してたりします。ただいまね、今年の6月から始まる43期に向けて、説明会なんかやってますので、コーチングを学ぶことにね、興味ある方はぜひね、一度顔出してみて、直接僕とも話してみてください。ということで、今日もありがとうございました。ではまた明日、バイバーイ。